ウィード新聞政府本社広報宣伝部の高木と申します。よろしくお願いします。今日は、レベルオバトル九州ブロック大会に参加いただきましたので、ね、ありがとうございます。ちょっと台風の方が心配されたんですけども、予定通り開催できると思いました。1時からということでちょっと定刻前ですけども、皆さんお揃いですので早速これから、始めたいと思います。開催に先立ちまして、主催者を代表いたしまして、読売新聞、東京本社活字文化推進会議事務局長の白津の白津からご挨拶をいたしたいと思います。よろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは。先ほどからこの辺りをうろちょろしていたのが白津です。よろしくお願いします。今日は26人、もう一方見えると27人、たくさん の学生の皆さんに参加をしていただきます。中にはビブリオバトルがこんなに大掛かりなものであるとは知らないで勧誘を、された方もいらっしゃるんですけれども、非常に時間を過ごしていただいて皆さんの発表をですね聞いていただければ、非常に楽しい、会だということが分かります。詳細については後ほど説明がありますが、ビブリオ、私たち活字文化推進会議という早口言葉で言いにくいような組織なんですけれども、全国で年間20とか30とかさまざまな読書推進活動をしています。でその中でビブリオバトルというものがあるのに出会いました。でどうしても若い、特に大学生の人たちに本にして親しんでいただくため のいいツールとしてビブリオを活用しています。で、首都決戦2012なんですけれども、最初に始まったのは2010です。で2010年に、この首都決戦が始まったきっかけはですね、東京都の、猪瀬副知事が特に大学生20代前半の若い人にアピールするような読書推進イベントをやりたいという企画をなさいました。それで、都庁の中でいろんなアイデアを練ったんですけど、大学生にアピールするようないいイベントがなかなかないということで、東京に本社がある新聞各社に何かいいアイデアがないのかという話が持ち込まれて、今日皆さんの前で、プレゼンするんですけど、我々もプレゼンをして、でプレゼンをした内容がビブリオバトルで、2010年に全国大会があって、で去年もあって今年もあるということです。ちょっと長くなりました。ぜひ緊張をしている皆さん多いですけれども、楽しんでいただければいいと思います。それとビブリオバトルのスローガンは、人を通して本を知る、本を通して人を知るっていうのがスローガンです。人を通して本を知るっていうのは、今日、26人あるいは27人の、方が発表を、されれば、その皆さんが紹介をされる本を知ることになるんですけれども、今私が注目をしているのは本を通して人を知るという、ことです。で終わって見たら分かると思うんです。同じぐらいの世代の学生さんが、あこういう考え方をしてるんだとか、こういう見方があるんだとか、こんな本の読み方があるんだとか、こういうようなプレゼンの仕方があるんだっていう、その人を知るというのが非常に面白いと思っています。ぜひ緊張の中にも、楽しんでいただければいいと思います。そして、2010はですね、東京の代表が、チャンプ本を紹介します。いわゆるチャンピオンです。で去年は北海道教育大で、一回チャンピオンが海の北へ行ったので、今年は皆さんの中からぜひ九州の方にですね、チャンプ本の発表者になっていただきたいと思いますので、ぜひ頑張ってください。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんこんにちは。私、読売新聞活字文化推進会議事務局の和田と申します。学生の皆さんには、何度もメールをさせていただきまして、ちょっとうざったかったかもしれません。本日は参加していただき非常にありがとうございます。
まずですね、ちょっとルールの説明からさせていただければと思います。ビブリオバトルとはですね、皆さんこの画像をご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、ビブリオバトルっていうのが、これまでは本と読者と著者をつなぐ媒体だったのですね、このビブリオバトルによって、その読者と読者をつなぐ媒体になったというふうに最近は言われています。まずですね、本日もこのルールに公式ルールにのっとりまして、1人最初5分間ずつプレゼンをやっていただきます。これ5分間終わるまで鐘が鳴りませんので、そこまでは皆さんなんとか予定のですね、話す内容が終わってもですね、頑張って喋り続けてください。で、1分前に4分経過すると1回鐘が鳴ります。で、それは残り1分ですよという合図です。で、そこで調整をしていただいて話す内容をまとめていただく。で、5分間経ちますと、もう1回鐘が鳴ります。で、そこでプレゼンが終了いたします。で、質疑応答タイム、今回はですね、3分間に設定させていただきます。その質疑応答ですね、その本の発表の内容に関して、参加者同士、それから今日は後ろの方にですね、来場者の方、見学者の方に来ていただきていますけれども、もちろん来場者の方からも、どんどん、質問を、していただければと思います。その際はですね、挙手をしていただいて、司会者の方で、指名しますので、その後質問をして、発表者の方に答えていただくという形をとります。で、本日ですね、主にですね、この会場は私が司会をさせていただきます。それから、残りのですね、2会場、そちらの打ち合わせスペースとカフェスペースですね、そちらはこちらの女性2人ですね、堀さんと井川さんに司会をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。で、全員の発表が終わりましたら、挙手によりチャンプオンを決定いたします。その際ですね、とにかく一番読みたくなった本に関して、手を挙げてください。これは見学者の方もぜひ、ご参加ください。よろしくお願いします。ただし手を挙げるのはですね、一番読みたくなった本ということなので、一人一回ということで限定させていただきます。よろしくお願いします。それから本日はですね、6グループ、最初ちょっと5グループということだったんですけど、参加者がその後エントリー増えまして、6グループにさせていただきました。で、各バトル1位の方に、決勝戦に進んでいただきます。で、予選で発表した本とですね、決勝で発表する本、これはチェンジしていただいても結構です。全く結構です。同じ本でやってもいただいてもいいし、変えていただいても結構です。ただし、その変える場合はですね、私がこの本で決勝戦発表しますという届けをですね、こちらの方に行っていただければと、届けていただければと思います。よろしくお願いいたします。で、決勝戦、1位と2位の方に、東京で行われます首都決戦の出場権が与えられます。その連絡に関しましてまた後日東京都の方から連絡がいくと思います。で、その後のスケジュールとしては大体午後4時ぐらいから決勝を行います。で、予選が終わってからですね、決勝まで大体10分から15分間休憩時間を取りますので、そこでちょっと決勝に出られる方は構想を練っていただいても結構ですし、本を買える方は届けていただいたりして、で、決勝が終わりましたら、表彰式を、ちょっと簡単に取り行います。じゃあとりあえずここで、競技ルールの説明については終わらせていただきます。じゃあ皆さん本当に期待しております。それではただいまより、ビブリオバトル首都決戦2012、九州ブロック大会の決勝戦を、始めたいと思います。決勝戦、各予選のグループ6グループありました。その予選を勝ち抜
方々、あちらのホワイトボードに6名の方の名前が出ております。この6名の方で決勝戦を戦っていただきます。それでは、先ほど、くじを引いていただきました1番バッターは、九州大学文学部の平沢美咲さんです。こんにちは、私はご紹介に預かりました九州大学文学部の平沢美咲と申します。今日私が紹介する本は、先ほどと同じなんですけど、スノードームという本です。アレックス・シアラーさんという作家の作品なんですけど、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。アレックス・シアラーさんというと、イギリスで主にヤングアダルト小説や児童小説を書いておられる方で、青空の向こうなんかが少し前に日本でも有名になったかなと思います。でこれも児童文学のくくりに入れられている本なんですけれど、今日大学生社会人の方々に紹介する本として何がいいかなと考えた時に、この本をが真っ先に私浮かんできました。私がこの本に出会ったのは中学校1年生12歳の時だったと思うんですが、その時この本を読むと、正直言って主人公の行動の理由が分かりませんでした。すごい劇的な人生を送る人々の話なんですけれど、なんでこの人こんなことをしたんだろうっていうのが全く共感ができなかったです。すごい話だなとは思ったけれど共感ができなかったんです。で今久しぶりに読み返すと、それがすごく、多分大人になったのかなと少し思いますけれど、あ、こういう感情があったんだなっていうのがすごいスルスルと入ってきて、すごく感動しました。なのでぜひ児童文学のくくりではありますけど、大人の方に読んでほしいなと思う本です。冒頭でクリストファー・マランという科学者が失踪します。でそのクリストファーの同僚、後に残された同僚に大量の原稿用紙を託されるんですね。でその原稿用紙の内容というのがクリストファーの半生を描いた小説のようなものでした。同僚はまずそれが本当かどうかも疑わしいんですけれど、おずおずとその原稿を読み始めます。そうするとその原稿すべて読んだときに、その同僚が思うのは、ああこれは愛なんだなっていうことなんです。愛があったからこのクリストファーは失踪したんだって、同僚の科学者が、納得するという内容で、本編はその原稿の内容が、メインのお話になるんですけれど、科学者が最初出てきますけれど、メインは芸術家の話です。醜くて誰にも相手にされなくて孤独な人生を送った芸術家が、ある時光の減速器を発明してしまったという話なんです。光ってものすごく速いですよね。その速さを遅くするとどうなるか、それはファンタジーの世界なんですけれど、それでとんでもないことが起こります。せっかくなのでちょっと隠しておきますが、そのせいで一人の男の子の両親を奪ってしまいます。でその男の子を引き取って、その孤独な男は初めて家族を得て愛というものを知ります。で自分のせいで両親を失ったその子に対して罪悪感と愛情との間で苦しむという話です。で、その後その少年がですね、少年が、その芸術家の醜い男が亡くなった後、少年が自分の両親の失踪の原因は、あの自分がを育ててくれた芸術家のが犯人だったんだと分かった時に、クリストファーは深刻に悩みます。で一つ結論を最後に出すんですけれど、結局その、愛していたのに悪いことをしてしまっただとか、そういう人間の矛盾っていうのを描いた作品になっていると思います。でクリストファーもその両親の仇という部分と育ててくれた恩、愛情の間ですごく苦しむことになるんですけれど、一つだけ最後に決断をします。でもう本当に思い切った決断です。それはもう本当に読んでほしいなと思うんですけれど、そのなんでその行動を取ったかっていうと、それは全て愛なんだというふうにこれまとめられています。で、その愛というのが子供の時は私しっくりこなくて、でだからこの年になって今だからこそちょっと手を出してほしい児童文学です。そうですね、この開いてもらうと帯の部分に書いてあるんですけれど、コインを投げて
人生を決めると、それでもいいと思えるほど人生を投げ打てるのならそれは本当の愛だ、というようなことが書いてあります。それってすごく私は怖いなと思いました。怖いなと思ったんですけれど、そんな感情が人間にあるのかなっていうことにまずびっくりして、この小説にすごく驚かされました。で、そうだな、でこの本表紙見てもらったら分かるんですけど、下が白、上が黒で、ここに一人踊っている女の人のシルエットが浮かび上がってるんですけど、黒と白の対比になっています。先ほども申し上げたんですけど、この本っていうのは人間の愛情と憎しみだとか、醜い男と、醜い男は芸術家で美しいものを作り出すんですね。そのような人間の矛盾とかを描き出しています。で、これ、スノードームと今言いましたが、現代の方は翻訳物なので、元々の題はスピードオブザダーク、闇の速度となっています。最初にタイトルに闇とあるんですけれど、最後の文章は、我々は光に向かって旅をしていると結んであります。そのように闇と光とか愛情ゆえの憎しみだとか、そんな風に思うようにいかない人間の部分を表しているんだなと思っています。スノードームというタイトルの意味についてなんですけれど、多分今私が話した中では全くスノードームと出てこなかったと思います。そうですね、光の減速器を発明したことで人の命運、つまりクリストファーの家族がスノードームの中に閉じ込められてしまうという実は話なんです。で、そのスノードームをどう扱っていくのか、クリストファーはじゃあそのスノードームを残して芸術家が死んでしまうんですけれど、そのスノードームをどうするのか、クリストファー自身はどうするのかっていうのをですごく悩んだ結果、その原稿を残して失踪したんですね。で、じゃあなぜ原稿を残して伝えなきゃいけなかったのかなとか、じゃあ本当に失踪したクリストファーはその後どうしたんだろうっていうのは個人なりの解釈があると思っています。なんですけど、やっぱり、見方ってものすごくこれそのように最後ぼかしてあって、自由な読み方ができる本です。皆さんの経験とか、体験、人格によって、共感する人々も違ってくると思います。いろんな真逆のタイプの人間が登場しますので、皆さんこの中で、5人ぐらい登場人物がいます。誰か一人自分だなって思える人がきっと見つかるんじゃないかなと思います。以上です。はい、お疲れ様でした。ディスカッションタイムに行きたいと思います。ぜひこれ質問してみたいという方、挙手をお願いします。プレゼンテーションありがとうございました。最後の方におっしゃったんですけど、5人登場人物が出ていて、誰か1人自分に似てる人が見つかるんじゃないかということでしたけど、自分に近いなと思う人いましたか？それがですね、近いなというか一番共感したのはですね、その少年の両親を奪ってしまう、いわゆる一番悪役になってしまう人なんですけれど、その芸術家の男でした。なんか悪いことをしてるんですけど、根は悪い人ではなくて、すごく愛情に飢えてて苦しんでるんですね。で、なんか思うようにいかない感じがすごく、あまりそういう経験もないんですけど、でもなんかそれがすごく痛々しくて共感しましたね。今聞き逃したかもしれないんですけれど、その本を読もうと思ったきっかけとか、書店で見つけられたかもしれないですけど、どうしてこの本を読もうと思ったのか、教えていただけますか？はい、私はもともとこの本を読んだのが、12歳の頃でしたので、まだ当時児童文学を結構熱心に読んでいったんですね。その時に、アレックス・シアラーさんの作がもう好きだったということもありますし、あと図書館ですね、図書館で見かけて、最初は表紙に惹かれたっていうだけだったんですけれど、折り返しにある文章を読んでいただくと、なんかすごくいいことが書いてあって、そのさっき、コインを投げて人生を決めて、
後悔しないならそれは愛だという内容が書いてあって、すごく興味が湧いて手に取って読みました。そのアレックス・シアラーさんの作品が好きとのことだったんですけど、はい、この作品と比べてそのスノードームは なんか違うというか、それを選ばれたという、はい、今回紹介されるということの理由を教えてください。はい、アレックス・シアラーさんはもともと結構子ども向けの本をやっぱりメインで書いていて、まあ、亡くなった男の子 が、この世にちょっと戻ってくる青空の向こうだとか、まあ、魔法を扱ったような13ヶ月と13日と13週と満月の夜なんて本もあるんですけれど、この本が一番、私たちの年代に響くなと思ったのでこの本を扱いました。じゃあ、私からも一つ、その本を例えば、一番どんな人に読んでほしいとか言ってあります？逆になんか家族に恵まれた人に読んでほしいかなと。その恵まれなかった人たち、それでも一生懸命なんか家族愛をつなごうってする話なので。それでは、ありがとうございました。西南学院大学の、倉住裕太さん。今紹介に預かりました西南学院大学の3回生倉住裕太と申します。よろしくお願いします。今日本当にいろんな本の紹介を聞いて自分自身もすごく刺激を受けました。あんまり本を読まない自分にとってもまた本を読みたいと思うような場で本当にありがとうございます。でもそんな自分なんですけど、この本は人に紹介したいと思える一冊があります。それがこれ、夢を叶える像です。この本はもう本当に有名なんで、この本読んだことあるっていう方いますか？どれぐらいいますか？ちょっともしいたら手を。あ、結構いますね、やっぱ。この、まあ、テレビドラマにもなった本なんですよ、実は。で、ストーリーなんですけど、ある日、僕という主人公の前に、この表紙になってる、インドの神様であるガネーシャというのがいきなり現れます。本当にちょっとこんな感じなんですけど、絵に描いてみたんですけどね、ちょっと似てますこれ実は、後で見に来てください。ちょっと自信作なんですけど、このガネーシャがある日あなたの目の前に本当に現れます。そういうところを想像してください。それがこの僕に訪れます。この僕っていう人なんですけど、本当にありふれた一般のサラリーマンで、ちょっと何かモヤモヤしていると言いますか、なんか人生燃え尽きてねえな、なんかやり残してんなと思いながら生きてる本当に普通の人なんですけど、そんな僕がある日成功者だらけ のパーティーに行っちゃうわけです。でそこでその成功者と自分の人生の落差に愕然します。もう本当がっくりきてですね、もう彼焼け酒するんですよ家で。で焼け酒しててちょっとガネーシャの置物を家に置いてて、それに向かっておいガネーシャっつって、俺の人生何なんだよみたいな、もう子供の頃は俺こんなにすごかったのにさっつって、もうものすごい愚痴を言うわけです。でその愚痴聞きながら、実はこのガネーシャはそれを見てるわけですよ。うっせえガキやなとか思いつつそういうのを見てて、その次の朝にこいつが枕元に現れます。そして僕と契約します。どういう契約かと言いますと、ガネーシャがこれからあなたに毎日一つずつ課題を出します。そしてその課題を遂行していってください。もし遂行しなければあなたの持つ希望を全ていただきますよという契約をします。そしてその課題というのは1日のうちに、まあ、ほとんど全てが1日のうちに、まあ、遂行できる課題であって、しかも誰でもできるような簡単な課題です。しかしその課題というのはあなたの人生を変える、もしくは夢やそういう目標を叶えるための力を身につけるための課題、そういうのをガネーシャが1日1つ教えていきます。でこの僕、まあ、こんなもういきなりこの象野郎がといいますか、このガネーシャというのが目の前に現れて、そんなことを言い出す状況の中で少し真面目に自分の人生を考えました。そしてこのガネーシャとやはり契約をして自分の人生を変えていこうとします。しかしこのガネーシャというキャラクターが非常にインパクトのあるというかユニークなキャラクターで、ここの本のどこにも実は書いてあるんですけど、はっきり言って史上最悪の師匠です。もう本当に最悪です。まずこのガネーシャが何をするかと言いますと、ちなみにこのガネーシャ全編通して関西弁です。
でもここ、まあ、ちょっと実はこれ作者の愛でして、もう本当にこの超自然的存在といいますか、もう神様ですよね。その存在と親しみを持てるような存在にそれを仕立て上げたかったそうなので、ちょっとこう、まあ、ぐいぐい来るといいますか、親しみやすい関西弁を選んだそうです。でそんな神様なんですが、最初に何をするかといいますと、主人公になんかあの神様の教えを受けるにはちょっとなんか足りないよねっつって、あのお供え物を要求します。そこから始まっていって、あのちょっとまあ人間的にもこいつどうなんだよというような神様なんです。しかもこの作中でちょっとあのタバコ吸ってるんですけど、あの禁煙に挑戦します。で大体3時間ぐらいで禁煙があの終わりました。意志も弱いんです、神様なんで。そんな神様なんですが、あの課題をその出す課題も実は非常に、えそれ本当に成功に関係あるのとか、それ本当に夢とか叶えられるのっていうものばっかなんです。例えば最初の課題は靴を磨く。他の課題を言いますと、まあ、あの食事を腹八分に抑えるとか、人を笑わせるとか、ただでおごってもらうとか、そんなえそれ何っていう課題ばっかなんですよね。でもここが一番というか一つの最大の見どころだと思うんですけど、その何と思える課題がどう成功に結びつくのかなど、ガネーシャが非常に分かりやすく解説してくれます。そしてその解説するときに、あの一応このガネーシャというのは世界の偉人を育ててきているという有名な神様という感じなんです、この世界では。で例えばその課題がどうあの成功に結びつくかをあの教えてくれるときに、昔の偉人であるなんかもうわしが育てたモーツァルト君はなとか、ピカソ君はなとか、孫子はこんなこと言うとったでみたいなものを交えて私たちに教えてくれるので、実際の本当に現実の話とリンクしてそれを感じ取ることができるっていうのが一つのポイントです。そしてもう一つ、これもあの最大のポイントの一つだと思うんですけど、その課題は本当に誰でも実行できます。それは読んでるあの自分たちもすごく実行できるようなもんです。なのでこの本の主人公は僕であり、読んでる読者たち、本当に私たちそのものです。でこの本の読み方として、単純にこのガネーシャたちのストーリーを楽しむも本当にいいです。ただここにある課題を一つ一つ実行していって、自分の目標やら夢やら人生を成功させたい、そういうことにつなげていくことができるという本です。でこの僕がこのガネーシャの課題を通して成長していくんですけど、ちょっと後輩になるとおろと思わせる展開があってですね、この何でしょう、このままいけば成長できるっていう、ようやく僕が自信をつけ始めた時にガネーシャは、このままじゃお前は成長できないなみたいなことをちょっとポロって言うんですよ。ここがちょっと本のターニングポイントです。そういう意外性もあって、もうガネーシャなりのユーモアもあって非常に読みやすい本です。ちなみにこの作者の水野慶也さんはちょっとモテたくて大学時代恋愛のハウトゥー本とかを100冊以上読んだとか、そういうことをされてる方で、何でしょう、人とのコミュニケーションのやり方みたいなことを書くことがすごく上手な方なんです。そういう部分もこの本には盛り込まれているので、まあ、あの男性諸君といいますか、ここにおられる皆さん必見です。そういった意味で非常にためになる本です。もし時間があったら、いや時間を作っていただいてこの本を読んでみてください。ただの本以上のものを得られると思います。もうちょっとか、自分も今この課題を一つずつ実はやってる状況です。なかなか一日でできる課題といってもちょっと気を抜くとできなかったりしてしまうので、挑みがいがある課題でもやはりあります。そういうのを皆さん体験してみてください。ご清聴ありがとうございました。今一つ一つその加齢者の出す課題というのをご自分でやられていると思うんですけども、やっていって何か感じ方が変わったなとか、そういうのはありますか？これがですね、今本当にちょっと私事なんですけど、大学3年生ということでちょっとこれから将来のことについて考える時に来たので、そういう時にじゃあ自分の将来をどうしようかっていう時に、ここの考え方のおかげで少しずつ進路が見えてきたという実感があります。そういうところがすごく良かったなと思ってます。ありがとうございます。ですね、お話を聞いてたらちょっと面白くした自己啓発本のような感じかなっていうふうに聞こえてたんですけど、
それを超えた中面白みっていうところがもしあれば教えてください。はい、確かにこの本は受け取る人にとっては本当に自己啓発だし、自分も実は啓発された人なんですけど、それだけじゃなくてですね、ガネーシャというキャラクターの世界観がすごくてですね、何なんでしょう、神様という存在ですごくいろんなものを教えてくれる師匠でありながらも親友みたいな、昔ながらのそういった何でしょうね、普通に自己啓発たとえされなくても面白い物語だったという見方も非常にできて、何でしょう、自己啓発を目指してない人でもすごく楽しめるような本だと、そういう感じではあります。主人公とガネーシャ、それをやり取りなんですけど、ガネーシャと何かやってるんですか。ガネーシャですか、こいつですね。その人なんですけど、こいつですね。タバコを3時間でやめたのは その人です。こいつです。そうですよ、はい、その禁煙の話も実はですね、この本の中で主人公が課題に取り組んでる姿を見て、ちょっとわしもタバコやめてみようかみたいな感じで挑戦するんですこいつ。そういうふうに、さっき親友みたいな感じがあるって言いましたけど、ちょっとこう何でしょうね、なんだよみたいな、こうありがとうみたいなことを言いたくなる瞬間みたいなものもあってですね、まあ、禁煙に取り組んだり、あと他には、まあ、一緒に遊びに行ったり実はするんですよ、遊園地とか、そういったところもありますね。このガネーシャにはそういうことを一緒にしてくれてます。本当に実はこの課題は今も挑戦中なんですね。で、一番なんでしょうね、この課題でちょっと性格的に苦手だなっていうのがあってですね、明日の準備をするっていう課題があるんですよ。それは本当に誰でも多分あ、なるほどそうだなと思えるんですけど、本当に単純にプランニングの大事さをこれは解いてます。で、ガネーシャはちょっと遊園地に行きたいって言うんですよ。で、いやでそれでじゃあ分かりました行きましょうつって主人公僕が言ったら、全然プランニングをしてないって怒られるんですよね。で、そのプランニングの重要さを解いてくれたんですけど、時々ね、テスト前とかね、ちょっといいやみたいな感じで言ったあったり、3日ぐらい前から勉強したりとかも、最悪勉強しないで臨んだりみたいなとこがちょっと治ってないかなと。で、今も挑戦中です。はい、ありがとうございました。九州大学の秋藤亮介さん、お願いします。こんにちは、九州大学文学部4年の秋藤亮介と言います。今日皆さんにご紹介したいのは、愛の渇きという本です。はい、まあ、今すごく緊張していて、本当自分的には口の渇きなんですけども、今日は愛の渇きについて紹介したいと思います。この本なんか真っ黒でなんか何だろうって思われるかもしれませんけども、なんか黒魔術の本なのかなって思われる方がほとんどだと思うんですけども、これは三島由紀夫という戦後の作家の小説でして、まああらすじを簡単に説明しますと、悦子さんというのが主人公で、この方が30手前の未亡人の方なんですけども、その悦子さんの住んでいる家に三郎と美代という2人の若者が住んでいます。で、この愛の渇きというタイトルからも分かる通り、この悦子さんが三郎に片思いをしてしまうという話なんですけども、まあ、ある日悦子さんがその三郎に靴下をあげていたんですけど、その靴下がゴミ箱に入っているのを発見するんですね。で、ね、何これどういうことって言って三郎に問い詰めるんですね。で、そうするとその時に美代がやってきて、私が やりました、私が捨てましたって言って泣きながらやってきまして、そこで悦子さんは、あ、この二人できてんなと知るんですね。で、悦子さんはそれから、まあ、美代の妊娠も発覚し、どんどん嫉妬に狂い始めて、まあ、最後には三郎を釜で殺してしまうんですけども、まあ、僕の面白いなと思った点は、この三郎っていう若い男の人なんですけども、この人が
サブローの中で愛っていう概念がないんですね。愛という概念を持っていない。で、まあ、例えばそのミオが妊娠しているっていうのを知って、悦子さんが、まあ、サブローに問い詰めるんですけど、あなたは悦子さん、あなたはミオを愛しているのって問い詰めるんですけど、その時にサブローは、ああなんという無意味な煩わしさだ、こんな些細なことを奥様は天地がひっくり返る一大事のように口になさるのだっていうふうに思っていて、なんかサブローからしてみれば、その悦子さんが愛してるのなんて言ってるけど、サブローからしてみたら近くにメスがいて、その当然の成り行きとして交接し、そのメスの腹に子供ができ、でそのメスがたまたまミオだったっていうだけで、愛とかそういうこと考えてなかったんですね、認識してなかったんですね。で、まあ、そういう本能のままに行動する動物的な人間なんですけど、サブローっていうのは。でそれとは反対に悦子さんっていうのが、その愛とかをすごい精神的なことを重視する、まあ、サブローとは対岸にいるような人間で、サブローの目からはもう精神の怪物というふうに評価されるんですね。で、まあ、2人は精神的なものと動物的なもので、まあ、分かり合えない、愛入れない2人なんですけども、まあ、僕もその日頃生活をしていて、やっぱ特に理系の人とお話をするときとかそうなんですけども、なんか自分の言ってることが相手に伝わってないというか、相手が共感してくれてない、多分相手にこの感覚はないんだろうなっていうのがあって、多分 100% 人と分かり合うことは不可能なんだなっていうのを感じるときがあります。で、まあ、もちろんその自分と似ている人とか感性が近い人っていうのはいると思うんですけども、そういう場合でも、まあ、例えば僕が A という感覚をその相手に伝えようとして、相手があそれ分かるって言ってくれたとしても、それは相手に A という感覚があるのではなくて、その相手の中にある A に似た感覚、 A' 例えば A' としますと、その A' を僕の言ってる A と対応させて、あそれ分かるって共感したふりというか、共感したつもりになっているということだと思うんですね。で、まあ、それで、まあ、会話普通に成立するから全然問題はないんですけども、やっぱ話してるとやっぱ完全には伝わってないっていう点で、ちょっと物悲しさとか悲しいなって思うことがあるので、まあ、こうやって僕が今話しているのも多分 100% は伝わってないですよね。で、まあ、何パーセントかは伝わるんですけど、 100% は伝わることはない。で、なのに人間っていうのは100% にこだわりがあって、自分のことをもっと知ってほしいとか理解してほしいっていうふうに思ってしまうので、 100% 求めてしまう。で、その決して埋まらない 100% との差をにすごい不満を感じて、その満たされなさっていうのがこのタイトルにある愛の渇きっていう部分なんじゃないかなというふうに自分は考えています。で、本当にこの人と思うようにつながることができないというか、自分の言ってることが相手が理解してくれてないとかっていうのを日頃感じることがあったので、この作品を通して、あ、まあ、人ってまあそういうもんだよねっていう、 100% 理解し合うことは不可能だよねっていうのを感じて、まあ、その不可能はそうなんですけども、その結局分かり合えないっていう部分があるからこそ、なんか面白いんじゃないかなっていうふうにも考えました。まあ、すごい時間が余ってしまったんですけど、まあ、このお話は、三島由紀夫さんのおばさんが、大阪から上京してきた時に三島由紀夫にこういうことがあったんだよっていう話してくれたのをヒントに、書かれた物語らしいんですけど、まあ、これは1950年に発刊されてますけども、1978年ぐらいでした確かに、映画化もされています。これ浅岡瑠璃子さんっていう方が主演で映画化されていまして、まあ、年配の方しかわからないかもしれないですけど、まあ、映画ももしよかったら見てみてください。で、この愛の渇きという本はもともとはこのタイトルではなくて、ちょっと忘れてしまったんですけど、赤のなんとかっていうタイトルだったんですね、もともと現代が。で、もう二つ、純白の夜と青の時代というのも
の3部作として出されていて、それが実は赤と白と青で、あのイタリアの国旗の トリコロールになっていて、まだその2つは読んでないのでわからないんですけども、その3部作として何か伝わって、その3部作を通して何か伝えたいことがあるのではないかなと思い、読むのをすごく楽しみにしています。まあ、このタイトルが愛の渇きということで、ちょっと紹介するのがなんか口に出すのが恥ずかしいんですけど、まあ、この前も面接が、僕就職活動していて面接があって、最近読んでる本は何ですかって聞かれて、愛の渇きですっていうのが本当に恥ずかしかったんですが、今日、まあ、今日につながったということで、いい時間でした。ありがとうございます。深い話ありがとうございました。質問は1点あります。で、1点あるその質問は、秋堂さんへの質問です。はい、人はなぜ 100% 人に何か物事を伝えようとするのでしょうか。その秋堂さんなりのその読後の感想でもよいので、教えてください。というのが、もしその愛の渇きのように一生伝わることがないということが、人間の本性だと分かっていたら、まあ、自分が 100% 伝える義務はないですよ。いわばそれを言い訳にすればいいわけですよ、ね。にもかかわらず、なぜ人は 100% 人に物を伝えようとするのか、まあ、木戸さんなりの、まあ、答えをされたらいいなと思います。とても難しいんですけども、100% 伝えたいというのではなくて、 100% 伝わってないということから生じるその不満が できるので、そこを埋めようっていう気持ちが生まれるんじゃないんですかね。わかりますか？なんか 100% 伝えたいんじゃなくて、伝わってないという事実があるから、そこを何とか埋めようっていう気持ちが働くんじゃないですかね。発表お疲れ様でした。私、三島由紀夫さんの小説で翼を読んで断念した記憶があって、せっかく発表していただいたのにとても失礼な質問なのですが、三島由紀夫さんなんかふわふわしてよくわからない文章を書いてるなという、私の理解力を及んでいるかもしれないですけれど、読んでその表現が難しいなというか、賛美だなって感じたっていうのを。理解力が及んでないっていうのもあると思いますけど、実際まあふわふわしてますよね。その現実的なことを書いてるのではなくて、もう頭の中で起こっていることをの文章の美しさとかを多分重視して書いてると思うので、すごい 美学にこだわっている人なので。質問何でしたっけ？私のようなことを思ってる人間でも、愛の渇き読んで楽しいなと思えるような作品ですか？そうですね、まあ、先ほど紹介しましたけど、その悦子さんっていう人がその三郎に愛されなくて、さらに美代という恋敵もできてしまって、もう自分からそのかまどに手をくべて火傷をしたりして、それをこれその火傷の跡を見せて三郎に、これが私の愛なのみたいなとか、まあ、最終的には三郎を鎌で殺してしまうんですけど、そういう狂気的な姿っていうのが、まあ、その三島由紀夫さんが嫌いでもなんか楽しめるんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございました。三郎さんが今聞いたところで、自分の印象なんですけど、すごいなんか血も涙もない人間な印象を受けたので、すごいですね、モテてるので、なんか人間的になんか魅力があったのかなって、そうですね、まず、若くて筋肉がモリモリで、多分あの悦子さんっていうのがその精神的な部分、精神的な人間なので、その対極にあるその本能的な人間というか、肉欲で動くような人間っていうのに何かその惹かれるんじゃないですかね、逆に。ありがとうございます。あと一つなんですけど、なんかすごい読んだの人と会いたくなくなりそうなんですけど。なんでですか？すごい怖い話だった。ああ。いや、まあそういうもんなので世の中は。はい。
ちは。日本赤十字九州国際看護大学から参りました内田です。どこにあるのって思われるかと思いますが、福岡に一応ある超無名の超なんか小さい大学です。で、私が今回紹介するのは森見富彦さんの太陽の塔です。太陽の塔読まれた方いらっしゃいますか？ありがとうございます。かなりちょっと一般受けはしづらいのかなと私も読んでて思うんですが、主人公は京都で、まあ、京都大生の話なんですけど、京都で生活をする大学の5回生の男の人の話です。で、彼はもう本当に絶望的に女性と縁がないような生活を送ってきて、でもなぜか奇跡的に3回生の時に水尾さんという恋人ができました。しかし1年付き合わないぐらいでクリスマス前に彼は振られてしまうんですね。そこからまあストーカー行為といってはあれですが、水尾さん研究をして、で日々その研究をしているうちに気づいたら5回生になっていたというような感じです。この主人公はいつも4人の仲間とつるんでいるんですけれど、みんななかなかそのイケてる大学生っていうような人たちと対極にいるような子たちで、常にこうそのイケてる人たちを僻んでいるじゃないですけど、なんかそのでも自分たちは否定されたくないから周りがおかしいんだ、なぜなら自分たちが間違っているはずがない、そういう持論に至って、この彼らはそのややもすれば彼らは本当にちょっと精神的に一歩病気になってしまうんじゃないのかなという心配になるぐらいの子も中にはいるんですけれど、まあギリギリどうにかこちら側で一生懸命精神を保っているような、それの表れとして例えば一人その中友達の言葉なんですけれど、みんなが不幸になれば僕は相対的に幸せになれるっていうようなことを言っちゃうぐらい結構もう行きかけてる方々とかあとはそうですね、そんな感じで、だから現実から少し目を背けてる人たちなので、特にその仲のいい男の子とか、我々の日常の 90% は頭の中で起こっているっていうぐらい、そのなんか何もない、彼らには本当に多分容姿もそんなに描写はないんですけど、容姿も良くないだろうし、そのモテるような例えばサークルしているわけでもないんです。本当に妄想力だけで生きているような人たちです。で、まあそんな彼ら、これ冬のお話なんですけれど、まあクリスマス前にのお話なんですね。で、まあそのイケてない大学生、彼女もいない、イケてないで男ばかりでつるんでいるっていう大学生たちがやっぱりとか、その私も女子校で育ったんでそうなんですけど、クリスマスっていうのはなんかその私たちと対極にあるような、クリスマスファシズムと戦おうじゃないかと言って、ちょっと京都でええじゃないか騒動というのを起こそうと画策するんですね。彼らは今までにもそのこうベタベタ恋愛するような人たちにこうそれが全てじゃないだろうみたいなことをこう分からせるために孤軍奮闘するんですが、一回も成功した試しがありません。ですが、まあこの本を最後の方でそのええじゃないか騒動の話は出てくるんですけれど、まあ読んでいただくと、まあ小さな奇跡が起こるのかなと思います。で、この表題太陽の塔になっているんですが、太陽の塔というフレーズが出てくるのは話が半分進んだところでやっと出てきます。この本230ページほどの本当に薄い本なので非常に読みやすいと思うんですが、この太陽の塔、舞台は京都なのになんで大阪の太陽の塔がタイトルになってるか、この主人公の私とその振られてしまった彼女の水尾さんというのをこうつなぐ役割をしているのかなと私はこの本を読んで思いました。なので太陽の塔についても、なんでタイトル太陽の塔なのって多分不思議になると思うんですが、それは話この本を読んでいただければわかるのかなと思います。で、さっき会場パッて聞いた時に2人ぐらいしか読まれてなかったんですけど、彼の書く文章っていうのがそのかなり独特で、簡単にパッて簡単に言い表せばいいようなことをものすごくこう難解に難解にこう書くんですね。私がこの本でここでこの今から読むところで惹かれたんですけれど、周囲を見渡せばもっとお手軽で気楽で愉快に読み捨てられる書物が5万とある。何を好き好んでこんな男汁あふれる手記を熟読する必要があろう。読了した暁には必ずや大衆が人一倍濃くなっているはずである。読み終わった後で文句を言われても困る。私の経験から言えば一旦濃くなった大衆は二度と元には戻らない。まあ、こんな書き方をする作家さんなんですね。で、私最初この本
を手に取ったきっかけっていうのは、高校生の頃にこの本を読んだんですけれど、その当時京都で大学生になりたいなという密かな野望がありまして、まあ残念ながら学力その他諸々の問題で京都での学生生活は遅れてないんですが、まあそれで手に取ったんですけれど、中開いてみて本当に、うん、なんか面倒くさい話し方を書き方をするなと思うんですけど、そこにすごく惹かれてしまって、でなんでこんなに惹かれるんだろうとこう思い返してみると、中学生の時に好きだった男の子がこんな感じの人で、本当にこの本を読んでいただければ多分私の好きなタイプが分かると思うんですけれど、なんかちょっとっていうか、かなりこう世間とはずれてるような変な子だったんですね。でそれでまたさらにこの本に引き込まれてしまって、でこの作中の中でも言われているんですけど、この本は本当に彼らのこの大学5年間の生活っていうのも本人たちが言ってるんですけど、何をしてきたのかわからない壮大な無駄だなっていう話をしてて、この本を読んでも本当に何か今まで説明されたあの皆さんの本とか、今日その最初の予選の段階であのご説明されてた本とか聞いても、本当になんかこう明日への未来への希望だとか、こう実生活に役立つ本だとか、心が少しこう豊かになるような本だとかが多かったんですけど、これを本当に端的に表すと、この本は壮大な無駄です。この本を読んでも本当に何か心が豊かになったりだとか、明日への生きる希望が湧いてくるなんてことはありません。でも本当に私もこれ読んで体臭が人一倍濃くなったんじゃないかと思うんですけれど、でも本当にこの本、軽い読み物として、その合理的な社会だとか、その無駄を省いてだとか、そういったことを追い求めるのも、私は社会がもっとこうより良くなっていくので必要かなと思いますが、無駄、大学生だからこそ、時間がある今だからこそ、ちょっと無駄な寄り道をしてもいいのかなと思います。最後の最後で、まあ水尾さんとこの主人公がどうなるのかっていうところも言及はされてないんですけれど、読んでみて想像力を働かせて、 彼と彼女がどうなるのか実際に確かめてみてください。ありがとうございます。まあ、すごく魅力的な本だと思うんですけども、そのドロドロした体臭が濃くなるようなっていうのはすごい面白い表現だなと思って、そういう人たちの中で、まあ、そういう人が好きだと思うんですけども、具体的にどういうところが好きだっていうのをもうちょっと詳しく教えていただければなと思います。そうですね、この本当にさっき読んだように喋り方、書き方が私多分頭がいい人が好きなんだと思うんですよ。ただその頭がいい人の喋り方ってこんな喋り方ではないんですけれど、なんかすごくその自分が偏差値的にもそんないい学校を出てないし、で今もそんなに勉強ができるっていう人生を歩んでこなかったので、その憧れっていうのもあると思うんですけど、そういったなんかその喋り方っていうのもあるし、あとすごくそのこの作中の中で1年目付き合った時はクリスマスを一緒に迎えるんですけれど、彼女水尾さんへのプレゼントにソーラー仕掛けの招き猫を送るんですよ。わけわかんないでしょ。でもそういうところにすごく私は惹かれて、なんかこう招き猫の手がこう自動でずっと動き続ける招き猫を送るんですけど、なんかそういうなんかちょいちょいこの本を読んでいただければ本当にこういうタイプの男性が好きなので、はい、まあ、ピックアップしてみるとそんな感じですかね。喋りすぎない程度といいますか、その5人の友達たちが浮かれている恐竜たちを潰すために奮闘するみたいなシーンがありましたけど、ちょっと例えば何する？そうですね、例えば京都を舞台になってるんですけど、皆さん鴨川ってご存知ですか？有名な観光地で、あそこの川沿いずっと歩くことができるようになっているんですけど、私も実際に一人で行ったことがあるんですけど、本当に等間隔にカップルが歩いて並んでるんですね。私も一人旅でそれを目にしてものすごく虚しくなって、今後一切一人旅はやめようと思った経験があるんですけど、そういうなんかその等間隔に歩いている列を男4人で行って、こうどうにかこう崩壊させようみたいなことを目論むんですけど、もう彼らのことはね、やっぱがお互い彼氏と彼女はお互いしか見合ってないので、彼らの存在とかには目もくれず、ああまた失敗したねってシュンって傷つきながら帰っていくみたいな、そんな感じで、なんか本当にアホなことしかしてないですけど、こんなんでいいですか？自分もそうならないように気をつけてぜひぜひ
疲れ様でした。ありがとうございます。富彦さんって結構人気作家さんなので、もっと有名なもの何作品かあったと思うんですが、なんで太陽の塔を選んだりとかあったら教えていただきたいです。ぶっちゃけるとこの本しか読んでません。一時期私は小学生の時が一番本を読んでたんですけれど、中学高校になるにつれて忙しい、まあ、実際忙しいっていうのもあったんですけど、時間の使い方が下手で、森美さんの作品はあと夜は短し歩き乙女とか何冊か持ってるんですけれど、きちんと読めたのがこれ一冊のみなので、この本をまた高校生の時に読んで、また久しぶりに読んだんですけれど、やっぱ森美さんいいなと思ったので、また家にあるやつをまず片付けていきたいです。ありがとうございました。そのタイトルに惹かれて手に取られた、私は本を選ぶとき大体この煽り文っていうんですかね、とかここの帯に書いてあるの、あとはもう自分の好きな作家さんだったら買うって感じなんですけど、本当に当時はもう本当に京都が好きで、なんか京都で大学生をしたいっていう思いが強くて手に取ったんですけど、まああんまり参考にならないというか、そんな本でした。はい、はい、ありがとうございました。こんにちは。九州大学医学計画部修士2年の大西です。今日皆さんお手元にスマートフォンとか持ってる方いらっしゃいますでしょうか。こういうスマートフォンとか、また現代の技術っていうのはほとんどが数学によって成り立っています。例えば僕たちクレジットカードで買い物するがありますよね。あの時に暗号化通信っていうのを行ってるんですけども、その暗号化通信っていうのは実は数学の中で素数というものを使っています。別にここで素数の話をするわけじゃないです、安心してください。で、中でそれなのに私たちの生活っていうのは非常にたくさんの科学に支えられています。物理学、化学、生物学、いろんなものに支えられてるんですけれども、その根幹を成す学問の一つが数学です。その なぜ根幹を成すかというと、例えば僕たちの体は DNA で遺伝を行います。これはひょっとしたら宇宙の果てに行ったらもっと別のものでやってるかもしれないけど、宇宙の果てに行ったとしても 1+1 は必ず2です。そのような真理が数学にはあるから、数学者たちはそれを美しいと感じ、その真理を追い求めるのです。その真理を追い求める数学者たちの戦いを書いたのが今日紹介する本です。それがフェルマーの最終定理。フェルマーの最終定理、この言葉をお聞きになったことある人がいらっしゃいますでしょうか。これは何人かいらっしゃいます。ありがとうございます。この話が始まるのは日本がまだ江戸時代の頃、1670年です。1670年にフランスの一地方の役人であったピエール・ド・フェルマーという、まあ、これちょっと偉い人に思うんですけども、実はすごい底意地の悪い人で、イギリスにできない問題を送ってはお前ら解けないだろバーカバーカって言ってたような人です。でこの人が寝るときに三日っていう本を読んでたんですけども、その中にいろいろ確認します。これはこうじゃないかな、ああじゃないかな、俺はこうだと思う、解けたですごいだろうみたいな感じでいっぱい書き込みするんですけれども、さてその書き込みの中に一つだけおかしなものがありました。それが x の n 乗プラス y の n 乗イコール z の n 乗、この xyz を満たす整数は存在しない。さてこんな数式言われてもよくわからない。さて皆さんの中にはピタゴラスの定理、まあ、三平方の定理だなってことある人いますね。なんか底辺、高さ、斜辺の直角三角形です。この直角三角形の下を2乗、横を2乗、斜めを2乗したものはこれ足すこれがここになる、まあ、3対4対5なんていうのが有名ですけど必死で覚えたと思います。その2乗でしたけど、これを3に変えるとどうなるか、4に変えるとどうなるか、そんなつまらないことを考えたんですけども、それがなぜか解けない。その解けない謎に挑んだのが300年間解けなかったんですね。その間に挑んだのが多くの偉大な数学者でした。例えばその中には片身を失明しながらも僕たちが受験で資格した微分積分をまるで息をするがのごとく解くオイラーという天才もいました。またエッフェル塔を作るときにその金属素材の理論を作った偉い女性数学者、すいません名前をど忘れしてしまいました、あ思い出しました、ソフィー・ジェルマンという女性です。そのソフィー・ジェルマンという女性もいました。そして17歳で恋人を巡って争い決闘で死したガロアという天才もいました。
さてこの世の中にきらめく天才、先ほど言っちゃったようにもう僕からしてれば雲の上の上、もう大気圏を飛び越えてしまえているような存在なんですけれども、そんな存在どもが300年間頑張って解けなかった問題、それを解こうというふうに思ったのがこの問題に終止符をつけたアンドリュー・ワイルズという一人のイギリスの数学者です。彼がその問題に出会ったのは8歳の頃、8歳の少年が30いくつになるまでこの問題をずっと考え続けた。最後は8年間ですよ、僕が小学校から上がって多分中学2年生になるまで、可愛い頃から生意気になるまでの間ずっと一人きりで部屋の屋根裏部屋で研究を重ねたそうです。なんでそんなことができたのか、それはもう一言、このあまりにも美しい数式を彼は証明したかったからだと僕は思います。さてそんな彼のこの中にはそのようにいろんな数学者の話が入ってきます。日本人ももちろん入っています。というかこのフェルマーの最終定理が解かれたのは日本人のおかげといっても過言ではありません。まあ、その日本人の名前というのは志村五郎、谷山豊、そして岩沢賢吉という3人の人なんですけども、名前はいいです。この人たちの力もあって解けるわけですね。もちろん解けるまでの間には300年間解かれなかった問題が一朝一夕解けるわけない。その中にはものすごく父とした進みがありました。さて先ほどの数式を思い出してみましょう。 x の n 乗プラス y の n 乗イコール z の n 乗、とりあえずやってみようと思ったらまず n 3か4か5だろうというふうに考えた人もいました。でそれはわずか50年か100年ぐらいになるに証明されました。3、4、5できた、7できた、1000までできた、2000までできた、やった、勝てるわけありません。なぜか、たとえ1兆まで証明したとしても2兆まで証明したとしても1垓、10垓、100垓、1000垓、そんなところに証明してもその次は証明されてないんです。要は一つ一つを個別に証明しても無限というものには人間は到底追いつけないんです。さてその無限に対して挑戦したのが彼らなんですけども、その彼らがどんな理論を取ったのか非常に難しいです。まあ、こんな数学の本だから中に数式出てくるんだろう、難しくて分かんないよ、そんなことありません。僕この中の数式半分理解してません。でも読めます。なんかたくさん中に出てくるんですね。例えば群論だとか数論だとかたくさん出てきます。でもそういうのが出ていた時数式は飛ばしても大丈夫です。あ、なんか難しいんだな、あ、これ失敗したんだ、あ、できなかったのみたいな感じで読んでいただければ、彼らがそこで重要なのはどのような手段を取ってどのように挫折をしてそれを糧にしてどのように進んできたのかということを知ってほしいと思います。その中においてこの本を読んだ後僕は一つ感動を覚えました。300年間の真理が解けた、その喜びは一体どれほどものだろう、そうしていうふうに僕は思い、今現在生物学者の道を歩もうとしています。まあ一つのきっかけになった本ですね。で、ただフェルマーの最終定理が解かれたから僕たちの生活が良くなるか、なりません、なりませんけれども、これを解くまでに至った数学理論というのは僕たちの生活の中で大いに役立っています。どのように役立っているかは中を読んでみてください。最後に皆さんに一つだけまだ解かれていない問題一つだけ教えしようと思います。簡単です。ボールを筒の中に入れてください。どのくらい入りますか？全体の何パーセント入りますか？なんとなく分かりそうなんですけど、これ未だに証明されてないんです。そんな簡単な問題が僕たちの周りに転がっているっていうことをちょっと知って、そして明日から身の回りにあるちょっと数学的なものに思いを馳せてください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと数学に興味が湧いてきました。一つ確認なんですけど、この本にはフェルマーの最終定理の解き方とかも載っているということでしょうか？解き方は全く載っていません。なんでかっていうと原著論文200ページあります。英語です。僕ダウンロードしました。3ページで諦めました。なんですけど、とりあえず解けたっていうこととそこに至るまでの人間ドラマというものがこれに書かれています。その数学者っていう普段身近にない人の、まあ、彼らも結構お茶目なんですよ。エイプリルフールのジョークを言ったり、ここにこの証明の中に
私はこの命題の真に驚くべき証明を持っているが、余白が狭すぎるのでここに記述できない。これなんかいろんな検証権命題に応募してきた人に返す手紙に、私はこの証明に対する真に驚くべき反論を持っているが、あまりにも狭すぎて書けないと一言だけ書いた紙を添えたそうです。そんなふうに、まあ、ちょっとユーモアのある数学者の人生というものを覗いてみてください。プレゼンテーションが面白すぎて内容はもう分かったような気がするんですけど、でも実際にね、本を取ってみたら読み終える自信が私には到底ないんですが、その一冊は何ページあってどのぐらいかかって読みました？この一冊が最後まで含めると約500ページあります。で、どのくらい読み終えたか、僕は2日で読み終えました。あまりにも面白すぎて、あの翌日遅刻を覚悟で夜中で読みました。でなぜか、それは彼らが非常に人間臭くて、で自分たちと同じように失敗をして、そこであがいて這い上がる、そのドラマがあまりにも面白かったんですね。なのでなんか内容分かってるのが気になるけれども、僕はそのドラマを一切口にしていません。彼らがどんな失敗をして、で どういうふうに対処して、そしてどう成功していったのか、その栄光と挫折、それをぜひとも皆さんに読んでいただきたいと思います。貴重なプレゼンテーションありがとうございました。非常に無意識な質問なのですが、その本はおいくらになるんですか？この本は本体781円、税別、税込みで800円となります。非常にお買い得です。ありがとうございます。1ページたったの 1.3 円で買える。すいません、 1.6 円でしたね。失礼。単純に教えていただきたいんですけれども、はい、著者はどのような方ですか？専門。この著者はもともとは物理学者なんですね。物理学者で博士号を取った人なんですけども、その後イギリスの BBC というテレビ局に就職して、そこでこういう科学番組を作っている人です。もともとこの本もフェルマーの最終定理という医学イギリスで放送されたドキュメンタリーを元にしてやっています。そうですか。読み応えがありそうですね。はい、ありがとうございます。ぜひとも手に取ってください。そのイギリスの番組の方をちょっとだけ見たことがあるかもしれないんですけど、確かそのフェルマーの最終定理を最終的に解いた人が今行方不明になっているとか。それは違います。それは多分ベレルマンという別の問題ですね。別の問題解いた人は今行方不明です。行方不明が正確に言うと引きこもりになってます。ありがとうございました。皆さんこんにちは。福岡大学経済学部3年の山口泉といいます。よろしくお願いします。皆さんが特にさっきの人とかもすごいなと思ったんですけど、私ちょっとこの休憩時間になぜ選ばれたのかわからないくらい、ちょっといろんな人にダメ出しを食らったんですが、自分なりに頑張ってみようと思います。前置きとかは先ほどと重複するので省くんですが、私はいろいろ本を選んでいる最中に最後2冊選んで、で一つは全世界羊図鑑という羊好きのための羊の本図鑑なんですけど、私別にそんなに羊好きじゃないしとか思ってやめて、でもう一冊を選びました。先ほどと同じフェルマーの定理と同じようなジャンルで、これリンゴが教えてくれたことという本です。木村明則さんという農家の方が書かれています。内容は、青森県でリンゴを育てている木村さんが農薬を使わないで、肥料も使わないっていう絶対不可能だって言われていたんですけど、これを世界で初めてこの無農薬無肥料のリンゴを作ることができ、できるまで その苦難の過程を描いた本です。先ほどちょっと一人に質問があって、なぜ若者向けなのかというか若者向け、この本は最後に若者に対して話してくださいと、読んでくださいって言ったんですけど、なぜこれが若者向けなのかということで、若い人の若者の後継者不足について最後ちょっと解決策を述べられているんですが、ですね、
多くの今ここにいる人たちで農家の人ってあんまりいないと思うんですが、農業に対してつまらないとかいろいろそのマイナスのイメージを持っている方が多いと思うんですよ。でその一つの理由として、農業というのはある季節に種をまき、ある季節に実がなって、ある季節に収穫するって、この単一の作業っていう同じことを繰り返すのを若い人はそのつまらないと感じるって、自分の体験だからこそその木村さんは語ってるんですね。木村さんは農業がもともと農家の家に育ったんですけれど、農業が嫌で、同じことを繰り返す農業というのが嫌で、それで簿記とかの資格を持って都会に出て暮らしていたんです。でもちょっと諸事情によって農家の後継ぎになってしまって、でその後農薬を使うことによって、農薬と肥料を使うことによって家族の健康を害してしまったので、そこから無農薬、ひょんなことから無農薬で無肥料のリンゴを作ることができないかと感じて始めてみたんですね。思った以上にその最初年に12、3回撒いていた農薬を6回ぐらいに減らして、最後1回までにしたんですけど、それでもリンゴは実ったんです。でも農薬、無農薬無肥料にした瞬間にリンゴはその花がおかしな時期に咲いてしまって、で害虫が大量に湧くようになったんですね。でそこからもう6年目にして挫折しかけたんですよ。精神的に周りからの苦情、周りからの誹謗中傷がひどくて、で自分自身もじゃあ頼みのリンゴはなんかいっぱい虫がつきまくってるみたいな、でどうしようもないと思って自殺しようと思って山奥に行った時に、そこで山奥で自殺しようと思った時に山奥のその未開拓の場所に行ったんですけど、未開拓の場所だったのにどんぐりの木が、立派などんぐりの木が植わっていて、でそのどんぐりっていうのがその未開拓なんで誰も肥料を使ってない、誰も手を入れていないとか農薬もかけていないっていうことで、何かその決定的な自分の農法には、何か今までやってきたことには何かその決定的な違いがあるんだということを確信して、その土を持って帰ったんですね。その土がヒントになって、でそこから先もまた苦労があるんですけど、そういって一個一個長い間時間をかけてでも、そのゼロからその答えをというか収穫するまでに、実を収穫するまで誰の力も借りてないんですよ、この人。でもそのことにその自分でやったっていう達成感とかを感じる。でそのことによってまた農業は今までつまらないと感じていたことがそのだんだん楽しいと思えるようになってくる。そのことをこの本で書かれてあるので、その若い人向けというか、農業つまらないと思っている人とか、あるいはその後継者不足のことが気になる人に読んでほしいってと言いました。いつも合理的な行動を起こそうとか、合理的というか、いつも時間のこととかを考えてしまうんですけど、その行動が遠回りすることの方がむしろいいことというか、逆に近道になったりとか、いろんな発見になるので、そういったその今までの農業を覆すような本なので、ぜひ皆さんに読んでほしいなと思いました。ちょっと自分でも何言ってるかちょっとわからないんですけど、力不足で申し訳ないんですが、こういう説明がうまい人とかにものすごく憧れるので、あと私友達少ないので後で仲良くなってほしいです。あとこの本とても読みやすいので、専門用語とかがそんなに入っていないので読みやすいです。
すみません、ありがとうございました。タイトルがリンゴが教えてくれたところっていうものですけれども、多分いくつかあると思うんですけれども、その中の一つでいいんですけれども、具体的にどういうことを筆者はリンゴから教わったというふうに言ってるんでしょうか。でそれに対して山口さんはすごい共感したのか共感しなかったのかということを教えていただければなと思います。共感というわけじゃないんですけど、リンゴが教えてくれたことというタイトル通り、その私たちがいつもリンゴを自分たちの好きなように扱っているって、私たちがゼロからというか、その種を植えてリンゴの木を作って、でリンゴを回収している私たちが主役だって思いがちなんですけど、本当はそうじゃなくて、リンゴの方がはるかに長生きしているし、リンゴの木の方が長生きしているし、リンゴが主役なんですよ。ね、それをなんか当たり前のように言葉で当たり前のように感じている人が多いんですけど、実際はやっぱり私たちが農家の人に多いらしいんですけど、農家の私たちが主役だって感じている人が多くて、ね、主役はリンゴなんだよっていうことを何度も繰り返し述べられているのが共感というか、なんか当たり前のように感じてたんですけど、全然違うんだっていうことを何回も出てくるので、そこが驚きというか感心しました。その本どちらで、出会ったんですか。この本は妹の、一つはその TPP について私が調べているので、それの資料になったのと、もう一つは妹の大学、妹はちょっと旧大にいるんですけど、生物を学んでいて、その生物の教授が勧めていた本だっていうことで、私にもその知らせてくれ、この本こんな面白い本があるよって知らせてもらいました。ありがとうございました。著者が2冊を試みるほど無農薬と無堆肥に加わった理由っていうのが、もしご覧になれば教えてください。はい、本人はその結構最初の部分で出てくるんですけど、結構だらだら続けていたって書いてありました。最初の5、6年ぐらいはただその化学薬品に対する、化学農薬に対する家族の健康被害があったから、当初はどうしてもそのそれは被害というか火傷なんですけど、火傷を抑えたいっていうことで必死に取り組んでたんですけど、だんだんダメになって、で6年目 その自殺を考えた時に転機が訪れて、最後まで頑張るぞっていう気持ちになったそうです。私多分さっき言われた数少ない、私僕が専業農家なんですけれど、例えば高校生の人とかって多分私も筆者の方と同じような気持ちが今あるんですけれど、先ほど農業に対してネガティブな、若者は農業に対してネガティブなイメージしかないとおっしゃってたんですけど、多分そこまで至ってなくて、農業について考えることってまずないと思う。関心が低いってこと。そうですそうです、はい、それその TPP のことを調べてる流れでその本に出会われたとおっしゃってたんですが、その TPP もそのやる研究っていうか、そのやる前に農業について何かこう考えたりとか、こう意識されたことっていうのはありますか。友人が福岡大学っていろんなとこ、まあここはそうなんですけど、いろんなところから九州のいろんなところから学生が集まるので、その中の一人が友達で、その友人が農家をやっているっていうことで前から気になってはいたんですけど、そのぐらいですね。はい、次の時間になりました。ありがとうございました。それではこれから、投票タイムということになります。皆さん、1から順番にですね、この本が一番読みたくなったというのを決めていただいて、で挙手をしていただくことにします。はい、それでは決まりました。なんと、チャンプ本の方、同票でお二人チャンプ本という形になります。発表いたします。まずはお一人目、4番、太陽の塔、内田さん、おめでとうございます。
人目、5番フェルマーの最終定理、大西さん。お二人とも冒頭で14票、入りました。おめでとうございます。それではこのお二人の方に、首都決戦、九州ブロックの代表として戦ってきていただきます。4名の方々には、図書カードを申請いたします。ありがとうございます。あまりこういうことに慣れてなくて、諸事情により参加せざるを得なかったんですけど、失敗したけど、私は次就職活動もあるし、これは十分50点スピーチすることって結構あると思うので、今度はもっと上手くなれるようにって思いました。ありがとうございました。今回ビブリオバトル初めて参加していただいたんですけれど、決勝ではすごく部屋も広くて緊張して、もう結構グダグダな感じだったんですけど、皆さんしっかり聞いてくれて嬉しかったです。それから他の皆さんの発表がとても面白くて、今日とてもいい経験になったと思います。ありがとうございました。僕は友達に誘われてたので来たんですけど、だからちょっと義務的な感じだったんですけど、なんかこうやって大学生が集まって本について語り合えることってなかなかないので、とても楽しい時間でした。ありがとうございました。あんまり本を読まない自分ですけど、この場に立ててプレゼンテーションできたことがやっぱいい経験だったと思います。これからこの経験を生かせるところがあるかどうかは分かりませんけど、頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ちゃんとも東京に行っていただくお二人に、図書カードを、出品いたします。どうもおめでとうございます。それでは、一言感想と、あとは首都決戦に向けての意気込みを一言ずつお願いします。今週すごく大学院入試とかって忙しくてほとんど練習できなかったんですけども、まあ、このように選んでいただいたんで、それがすごく光栄だと思っています。首都決戦の方でも、おそらくまた理系の方を選ぶと思います。その中でみんなとは違うということを、意識しながら、その違う点をもっとみんなに、その違う分野を読みたいと思わせるようなプレゼンテーションをできるように精一杯頑張っていきます。どうもありがとうございました。長期の実習に入って12月まできっちり予定が詰まっている中で、実は一昨日電話学校の方から電話を受けて、こういうことがあるので出てくれと学校命令だと言われて、それが本当にお世話になって逆らえない。本当に昨日の夜から本を読み返し始めて、でこんな感じで本当に両立で1位になってしまって、本当に本が好きな皆さんには申し訳ないんですけれど、皆さん後押しされて、この後の懇親会でも何かお知恵を拝借できると思います。今日は本当にありがとうございます。それでは首都決戦10月21日です。東京秋葉原の方であります。今日は皆さん感染の方も含めて、たくさんご参加いただいてどうもありがとうございます。最初に申し上げたんですけど、ビブリオバトルのスローガンは人を通して本を知る、本を通して人を知る。で今日たくさんの方がプレゼンテーションをしていただいたので、多分読んでみたい本が1冊、2冊、これはっていう本があると思います。ぜひですね、せっかくビブリオバトルをやりましたので、気になった本を、手に取って、プレゼンテーションを思い出しながら読んでいただければ、我々主催者としても幸いでございます。それから最後に、今日、九州大学さんと、世田学院大学さんと、我々読売新聞で、九州ブロック予選の実行委員会という、形を作りました。運営等で、九州大学さん、西南学院大学さんに、お世話になりましたので、最後にお礼申し上げます。どうも今日はありがとうございました。それでは、本日はどうも長い時間お疲れ様でした。どうもありがとうございました。